俺は異常事態だ。あの二人に連絡を取ろう。はい、切符を拝見。呼ばれて飛び出たくぽー。よく来てくれた、古き友よ。さてさて、どうしたトンちゃん。ああ、ん？いつから私はトンちゃんと呼ばれているんだ。チャキッと話すクポ、トンプ。いや待て、二人とも、いつから私をそんな風に呼ぶようになったんだ。いつからって、やだな、今さっきだよ。世間では仲良しは相性で呼び合うものだって聞いたクポ。だからそうするクポ、トンピ。待てお前ら、ツッコミどころが多すぎだ。じゃあ例えば、私がお前らをサバッチ、マーゲリンなどと呼んだらどうするつもりだ。どんとこい、どんどん。オッケー、クポ、トンピョン。わかった、もう何でもいいが、ブーブー泣きたくなるような名前は勘弁してくれ。霧を媒介にして、たとえ異界でもつなげてしまう、この不思議な闘技場が突如巻き起こった原因不明の混乱により、ミラージュたちが暴れ回っている。ノクポね。解説ありがとう。そういうことなのだが、よかったら二人の力を貸してほしい。ミラージュたち、まるで何かから逃げているように感じないか。ただ暴れてるだけじゃないクポ。うん、確かに、まるでこちらが追いかけているような錯覚に陥るでありますな。だいぶ手強いミラージュが増えてきたな。さすがの私でも足に限りが見えてきたかもですな。はっ、合体クポ。合体？そうクポ、あのデコボコ兄弟みたいに積み上がるクポ。確かに、あやつらはそうやって強くなってるですな。では順番はどうする？それはリーダーが決めるクポ。ちなみにリーダーはじゃんけんで決めるクポ。いつも船長とやってるクポ。じゃんけん？じゃーんけんクポ。はて、あ、行くクポ。少々、あ、頭がかゆいですな。もう本当にこれ師匠の修行なの？人の声だと。
サマーソルト。ミラージュたちが逃げ回っているのはあの、そのようだ。よし、あの子を止める。ナミスで伝って負け。これでは、みんな耳をかすくぽ。こそこそ、うん、行くぞ。じゃあここだ。格闘全退散。さっと。あ、懐かしくも感じるぞこの焼き鳥が。とんべりです。それグリモワルにか。最強コンビここに立っ。悩ん、どうする？どのた。クラウド、また来ていたのか。ああ、ここの資料は興味深い。あの男の手がかりもありそうだ。あの男？お、クラウドもおるとはちょうどいい。面白い本を見つけたんだが、ちょっと協力してくれんか。はあ、オペラ？興味ないな。私もだ。待て待て、チミチミ。セビス、チミがこの間言っておったろう。先日のヴァンパイア騒動以来、町の連中の心が沈んでおるようだと。確かに言いましたが、それと何の関係が。心がどんよりしていては楽しく本も読めんだろう。指導、悪いが意味がわからない。ん、違ったか。ああ、あれだ。心が沈んでいては攻めてくるマシンにも対抗できん。まあ、それはその通りですが。そこでこのオペラで町を盛り上げるのだ。まさかそのオペラに。ふん、この影のある主人公と美しいヒロインは二人にぴったりだろう。この物語には夢中になったしな。こんな恥ずかしいことできるか。悪いな。宣伝しておいたわ。あとは二人がやるだけだ。もう町に宣伝したばって。じゃあ頼んだぞ。行かないぞ。この声、セリス。星の。ん？なんだ貴様、ミラージュ、クラウドか。急に天井からこいつが。ああ、ここは静かでええとこやけん。ついの住処にしようと目つけてた場所なんや。そしたら騒がしい声がするから、誰や思って降りてきたら、なんや、えらいべっぴんさんやないか。ぐへぐへ。お前、連邦のミラージュか。げへへへ、そんなん知らんけど、わいはここに住みたいんや。邪魔するやつらは排除すんで。いや、お前が好きにしていい場所ではない。あいが誰も近づけんようにしてるわ。とりあえず俺も困る。悪いが遠慮なく。じゃあ、いやいや、
なんとかホーンは無事みたいだな。ところでセリス、それはオペラ鉄の炭でないな。いや、せめて最後の歌の部分だけでも。いや、そこだけあっても仕方ないだろう。オペラは諦めて違う方法で街を活気づければいいんじゃないか。ああ悪くなかったかな。なるほど、私は主役になり損ねたということだ。